ごめんなさい、あのバカ野郎空並みっていうので許してください、すいません。女性とかにはいいのかもしれないですけど、まあ、今の僕にとってはですね、量も適量ですし、おやつのようなものもね、美味しいものが結構あるので、おすすめですよ。まあ、もしね、私の動画、まあ、見てる方なんかね、本当ほんの少しでしょうし、まあ、さらに、伊勢志摩来れる人はもっと少ないと思うので、まあ、そんなに影響はないと思います。ここら辺からですね、砂利道になりますね。はい、注意してくださいね。そう、こうちょっと危ないですからね。はい、ここがね、シェブロンカフェです。まあ、あのライダーズカフェっていう感じじゃないんですよ。よく皆さんライダーズカフェね、ご案内してますけどね、どちらかというとここサーファーですかね、サーフィン、サーファーの人のカフェだと思うんですけどね、ほんとすっごい雰囲気いいですよ。じゃあご飯を食べていきたいと思います。はい、ここからですね、鴻の浜、阿児の松原方面ですね。ここがまあ一望できるんですよ。今日ちょっとね、あの望遠できる、カメラ持ってきてないんで残念なんですけどね、綺麗に見えます。で、非常に小さい店なんですよ。本当に、外のお席も入れても、どうだろう、十数人しか入れないような店なんですけどね。なんだろうな、この中だけね、時間がゆっくり流れてるんですよ。この佇まいですけどね、すごいいいでしょ。入ります。あ、お客さんいますね。こんにちは。あ、ここにね、猫ちゃんがいます日向でよく寝てるんですよね、この子ね。かわいいですね。ちょっと猫ちゃんの邪魔しちゃ悪いんで、猫ちゃんの、隣の席に座らせてもらおうかな。今日は何を食べようかな。
結構ね、あのタコライス好きですね。このあのデザートもあるし軽食もありますしね、パンケーキ類もあるしデザートもあります。ランチもね、もちろんあります。やっぱタコライスにしようかな。非常にね、のんびりしてるんですよ、この中の時間って。だからね、本当にこう日常を忘れられるカフェですよね。特にね、まあ、外、まあ、暖かい、ちょっと暖かく、もう今だ、ちょっと今寒いんだけど、暖かくなったら、外のね、テラスのところで座ってるとね、本当に居眠りこけますよね、本当に。何なんだろうな、本当にね、こう、ちょっとね、流れてる時間が違うんだよね、このカフェ。何なんだろうな。ちょっとお店、まあ店内こんな感じなんですけどね。本当に席はどうだろう、6で10の20人は座れないですね、店内ね。はい、タコライスがやってきましたので、お昼ご飯をいただきたいと思います。いただきます。野菜たっぷりでしょ。よく辛いやつともあるし、だからちょっとこうご飯がバターライスになってたりとかね、ちょっとしつこいものがあったりと、香辛料がなんかちょっとあまり慣れない香辛料が入ってたりとかして、ちょっとね、食べにくいなと思うタコライスもありますけどね。ここのはね、本当に食べやすいですよ。一時ね、あの Kindle とか持ってきてね、ここで本読んでたりシアトルでもありましたね。まあもちろんね、あの混んでくるとね迷惑なんで、そういうことはしないですけどね。1秒が違うんだよね。なんだろう、時間の流れが違うっていうか、まあだから本当にね、こうゆったりした気分になれるんですよね。
かわいいね。僕はねちょっと猫アレルギーなんで猫は飼えないんですよね。でもね動物好きなもんね。かわいいね。ここがこの子の陣地なんだろうね。寝床なんだろうね。でね、結構ついついね長いしちゃうんですよね。このカフェ来ちゃうとね。まあ、カフェだけにね、コーヒーは結構美味しいですよ。んちょっと、エスプレッソっぽい感じのコーヒーですかね。まあね、いくつかね、こういう、秘密のアジト、持ってるわけですけどね。まああんまりね教えたくないですよね。さよなら。このねレジねお金払うとき開けるときねこうスロットマシンみたいにこうガチャって引いてチーンって言いますからね。レバーをね回しますんでね。はい、ごちそうさまでした。あとちょっとね、庭で休んでいこうかなと思いますけどね。一つね本当に、こんなに、紹介しておいて言うのもなんなんですけども、なんていうかな、もしね、もし来ていただくことがあるんであれば、事前に確認してもらった方がいいと思いますね。まあ、何を確認するかというとですね、ここ休みがね、不定休なんですよ。要するにこう、なんていうんですか、気が向いたら休むみたいな。だからね、僕もね、何度か来てみたはいいけど、閉まってたってことありますんでね。まあ、もし今日動画見ていただいて、気に入って、いただいた方がいらっしゃいましたらですね、まあ、ぜひ、一度足を運んでいただいたらいいかなとは思いますけどね。ただ、休みだったらごめんなさい。バカ野郎空並みっていうので許してください。すいません。じゃあ、そろそろシェブロンを出ようと思います。まあね本当にいいお店なんで、ぜひ一度、こっち来た際にはお寄りください。ありがとうございました。